はい、では5個目が、足の使い方を覚える。まあ覚えるって言ってもいっぱいあるんで、まずは1個だけなんですけど、左右横に動く動き方なんですけど、振るときに1回跳ねます。で戻るときに1回跳ねます。このステップって僕は呼んでるんですけど、振る戻る振る戻る振る戻るって、これをまずは練習するっていうことをいつもやります。こんな感じで最初はこう当ててるだけなんですけど、ここでこうトン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 みたいな感じで振る戻るで1回跳ねると、1回ずつ跳ねるとトントンって、まあこうやって上手になっても結構こういう場面って出てくるんで、もちろん止まったまま打つ打ち方もありますし、こうやって蹴っ飛ばして打つ打ち方もあるんで、どっちがどうというわけではないですけど、まずはこう動く方からやりましょうということで、両足一緒にこう跳ねます。で、この時に気をつけてほしいのが、当たる前に跳ねないこと、当たる前に跳ねないこと。これは、当たる瞬間にその足の力をボールに伝えるって意味なんで、当たってから跳ねるで戻る、当たってから跳ねて戻るという動きになりますね。当たってから跳ねて戻る、こんな感じですね。最初はピョン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 跳ねるんですけど、だんだん慣れてきたらもうかかとだけなんかこう揺れてるだけでも大丈夫です。実際実際こんな感じでこう弾みながら打つ人っていうのも多いと思います。いろんな人いるんで、別に動かなきゃいけないわけではないんですけど、僕はいつもこれをやります。でバックも一緒です。バックの方がずれやすいんで、バックの方が早くこう跳ねてしまいやすいんで、よく待って、当たるまで待って、当たってからトン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 みたいな感じです。でスイングは基本的には、振りと戻りですね。僕の場合はこのニュートラル真ん中っていうのはあまり言いません。その初級の社会人ですよ、初級の社会人に関してはあまり真ん中っていうのは言わないようにします。そうすると真ん中にするとこう 1,2,3 1,2,3 っていうこう3段階になってしまうんで、そうすると2回のステップに合わなくなってくるんで、基本的には振りと戻りだけ、振りと戻り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 っていう感じで2ステップでほとんどまとめてます。レベルが上がったりとか場面が違うと、もちろん真ん中もあるんで真ん中はダメって言ってるわけではないんですけど、まずは振り戻りだけでシンプルにやってください。でこれをそうですね、左右のステップワークなんて右と左でできるように、フォアバックでできるようにですね、これは2番で切り返しで面作れるようになったとして、これをステップをしながらやるということですね。トン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 、こんな感じです。トンなら、振る戻る振る戻る振る戻るですね。これちょっと最初なかなか難しいと思うんですけど、振ってこっちに戻っちゃうとこっちまた来なきゃいけないんで、基本的には今定点フットワークですね。もうフォアバックってもう場所が決まってるんで、フォア打ったら次バックに戻る、バック打ったら次フォアに戻る、1-2 1-2 1-2っていう感じで、これに足をつけていくということをしています。これが足の使い方を覚えるですね。これが5番目です。